です。50の質問やっていきたいと思います。結構量が多くなりそうなんで、ね、もうすぐ本題入りますよ。はい。一つ目、これから挑戦したい楽器はありますか？ずーっと思ってるのは、ちゃんと真面目にドラム練習したいなって思ってます。なんていうか、このドラムのね、作曲上での語彙とか、やっぱりプレイしてみないとね、ちょっとわからない部分とかもあると思うんで、まあ、いつか本気で学びたいと思ってます。はい。一番影響を受けた本は、もう再三このねチャンネルでも言及してますが、岡本太郎の、今日の芸術です。弾いてみた系は出さないんですか？これちょっとこだわり強すぎる、思想強すぎるかもわかんないんですけども、一応アイデンティティはアーティストでありたいんですよね、音楽を作る上で。で、弾いてみたっていうと、この、奏者っていう区分になるじゃないですか。だから、もし他のアーティストの楽曲を俺が発表するんだったら、カバーっていう表現でいきたいとは思ってます。はい。続いて、コメント欄で名前が出てきたアーティストやバンドの音楽はすぐ聴いたりしていますか？ですね、まあありがたいことにたくさん最近コメントいただいていて、で、すべてをね、聞くのやっぱ難しいんですね。だから気になったコメントとか、あるいはたくさん名前出てくるやつは聞くようにしてます。はい。続いて、一番最初に出会った理解するのに時間がかかった曲は何ですか？なるほど。結構記憶をね、手繰り寄せないといけない質問ですね。多分、中学時代、もう本当にね、俺のロックとの最初の出会いが、ビートルズの、まあ赤版、青版、まあ原体験がその辺なんですけど、青版の曲は結構やっぱ最初、ちょっとよくわかんないって思うのありましたね。それこそだから、ストロベリーフィールズフォーエバーとか、アイアムザ・ウォラスとか、その辺だと思います。まあ何回も何回も繰り返し聞くうちに好きになっていったって感じですかね。はい。続いて、髪切る頻度はどれぐらいですか？まあ、大体2ヶ月に一遍ぐらい。今ちょっと、最近切れてなくて、3ヶ月ぐらいの状態です、これが。はい、大きめ。続いて、YouTuber、アーティストをやってなかったら今何をしてると思いますか？基本的に社会不適合者だと思ってるんで、なんかその、決まった時間に働くとかってできないタイプだと思うんですよ。なんだろうな、まあ、小さい頃から漫画家の方へある種尊敬と憧れみたいなのずっと持っていて、でも一朝一夕でできるもんじゃないからね。今から挑戦しようって言っても相当難しいと思うんですけども、まあ、漫画家はねずっと昔からなりたいなみたいなのを心のどっかで思ってると思います。はい。続いて、今19歳です。美濃さんなりの20代でやっておいたらいいことが聞きたい。なるほど。恋愛じゃないですか。もう恋愛思いっきりしたらいいと思います。はい。美濃さんが今まで一番コピーしたギタリストは誰ですか？ジェフ・ベックかクラプトンでしょうね。結構ベタなところだけど。まあでもなんだろう、特になんか本当に熱を上げてコピーしたのジェフ・ベックかもしんないですね。指弾きじゃない頃の。ピックで弾いてた頃のジェフ・ベック。はい。続いて、桑田佳祐さんにラジオで紹介されてましたが、好きなサザンの曲、いやこれもう本当にびっくりしましたね。桑田佳祐さんなんとミノ、ミュージックね、見ているということでありがとうございます。いやもうここ最近で一番びっくりしましたね。はい。サザンで好きな曲もう本当にたくさんあるんですけども、まあベタベタになっちゃうけど、やっぱり愛しのエリー大好きですね。もう本当にメロディーが美しいと思います。はい。続いて、パートナーに求める条件は何ですか？予想を裏切ってほしいですね。はい。好きな画家は、なんだろう、これも結構ね、難しいな。まあ、美術館行って一番感動したのはフェルメールかもですね。フェルメール好きかな。はい。続いて、三味線などの和楽器は弾けますか？弾けません。まあ、妖怪エンジンでちょろっと大正ごとを弾いたことはあるけど、まあ、あんなもん本当にね、つけ焼き場のサウンドエフェクト的な感じの仕様だったから、まあ、弾けるってね、あれで、主張するのはちょっとなんかおこがましいというか。まあ、三味線とかでもね、どっかのタイミングでね、本気で挑みたいと思ってます。はい。続いて、千葉どこ出身ですか？印西市というね、町です。はい。成田のちょっと西ぐらいにある、まあ、田舎ですね。はい。続いて、好きな妖怪はいますか？もうこれはもう俺はずっと昔からカッパです。カッパをひいきしてます。はい。続いて、レディースの服着たりしますか？着ます。しれっと着てます。はい。続いて、好きなブランド教えてください。好きなブランドっていうブランドあんまないかもですね。あんまりブランドで物買うってのないかなぁ。どうだろう。集めてるのはグラニーテイクサトリップっていう 60s から70年代前半にかけてイギリスにあったブティック。
まあ、ビートルズ、ストーンズとかがね、こぞって買ってたお店なんですけども、まあなかなか手に入んないんで、うん、好きなブランドだから買ってるっていうのになんのかな、それはわかんないですけど、ちょっとコレクター趣味的なのもあって。はい。続いて、眉毛は整えますか？眉毛。ほとんど整えないですね。まあなんかたまに変なとこからね、ピュッとか入ったりしたら、まあ毛抜きで一本抜いたりとかするけど、はい、ほとんど整えてないです。続いて、マイケルとプリンスどっちが好き？これ難しいね。まあでもまあ、プリンスですかね？僅差です。はい。続いて、挑戦してみたいジャンルは何ですか？なるほど。もうこれはもう民謡ですね。はい。最近はもうずっと民謡ブーム。はい。好きなタイプは？好きなタイプ。なんかこれすごい変かもしんないんですけど、なんか張り詰めてる人好きなんですよね。張り詰めてる人がなんかこうちょっと柔らかい表情とかした瞬間、ね。いいですよね。はい。続いて、本などでたくさんの言葉に触れていれば自然と語彙力が身につくものなんですか？語彙力。そうですね。まあ、活字に触れてたら身につくんじゃないですか。俺は一応心がけてるのは、知らない言葉？知らない言葉に行き当たったらとりあえず、辞書引くようにしてます。はい。単語帳を作るとかそこまでの努力はしてません。過去に戻れるなら何年前に戻る？あんまりなんか、この日から人生やり直したいみたいなのないんですよ。今すごい幸せなんで。で、なんかしかも、再現性が全くない人生だと思ってるんですよね。なんか今本当にこの好きなことやれてる状態だけど、なんかじゃあわかんないけど、二十歳から人生やり直したら、今の知識とかを持ってもっともっといい位置に入れるんじゃないかとかは思わないっていうか、なんか本当にこの幸運な、ね、出来事の連続で、今の状況があると思ってるんで、戻りたいっていうのは一切なくて、うん。もっとなんかね、もっとシンプルな話で言うと、まあ、小学生の一日とかね、もう一回体験したいみたいなとか思いますよね。楽しそう、普通に。はい。ね、穴掘ったり、虫捕まえたりね、楽しそうですよね。視力いくつですか？視力は俺いいです。ずっといいです。1.5 あります。ただ、高校とかの時に測った時は 2.0 まで測れる検査で、で、2.0 あったんですよ。で、まあ、それよりはさすがに下がってると思うけど、でもその、最近ね、事務所で受けさせてもらってる健康診断は 1.5 までしか測れないから、ちょっとわかんない。はい。まあ、とりあえず、いいと思います。はい。続いて、音楽的インスパイアを得やすい時ってどんな時ですか？あんまり瞬間的じゃないかもですね。なんか、蓄積、した情報をこう体の中で煮詰めて、でどっかのタイミングでパッとそれらがなんかこうパズルのピースがねくっつく感じで、あこういうアイディア面白いんじゃないかなみたいなことが多いですかね。うん。そのピースがこうくっついてくタイミングが割と寝起きとかシャワー浴びてる時とか、なんだろうね、移動中とか、あんまり集中しない状況っていうか、うん、集中する対象があんまりない状況にそういうの思いつくことが多い気はします。はい。続いて、北欧にヘビーメタルバンドが多い理由。なるほど。これは難しいね。推測でしかないですけど、わーでもちょっとなんかセンシティブなトピックになっちゃうかも。ヘビーメタルってかなり白人的な音楽ですよね。リズムの感じとかで言うと、その、まあ、揺れとかがあんまりないし、そのスイングのフィルとかないじゃないですか。で、北欧って最もこの地理的にね、白人的な地域っていうか、周りの地域もヨーロッパでみたいなね、後ろはもう海で。なんか南ヨーロッパとか行くとさ、まあもうね、向こう岸はアフリカでとかさ、まあアメリカはもう本当に人種のるつぼだし、そういうのはあんのかもしんないですね。どうだろうね。ちょっと繊細な話題かもしんないけど、軽く聞いてもらえたらいいんですが、はい。続いて、車買わないんですか？いや、車欲しいですね。車本当に好きなんですよ。車のそのなんだろうね、なんかハードウェアっていうか、なんかその、スペックとか、そういうのは全然わかんないんだけど、文章とか読んでも全然、理解できないんだけど、運転するっていうのが好きなんですよ。いや、アメリカにいた時はもうほんと日常的に車運転してたんで、ちょっとね、またそういうことしたいなと思ってるんだけど、東京に住んでるとなんか、東京の道であんまりね、運転しても楽しくなさそうだなとか思ったりもして、ちょっと揺れてます。はい。なんかね、大金が舞い込んだら買いたいですけどね。はい、続いて、好きな芸人は誰ですか？松本人志さん大好きです。はい。めちゃくちゃ好きですね。うん。ビジュアルバムとか、コント、彼の作り込んでるコント好きです。はい。トークも非常に面白いけど、コントが好きです。はい。続いて、皆さんが今後やりたいと思う新しい仕事ってどんなことですか？執筆ですかね。執筆はちょっと、30代挑戦したいなと思ってます。はい。続いて、ジャズは弾けますか？弾けません。ジャズは、挫折した口です。何回か挑戦したことはあって、
ってジャズギタリストの先生つけて1年ぐらいレッスン受けたこともあるし、まあ、全然練習しなかったんですけど、結局アメリカで学校行ってた時にちょっとジャズのコース受けたりとかそういうことやってたけど、もうペンタトニックスケールでいいやってなっちゃいましたね。はい続いて、音楽、美術、文学以外の趣味は、もう本当になんかその、芸術だけで結構楽しいっつって日々過ごせてるんだけど、たまにテレビゲームすごいハマるサイクル来る時ありますね。まあだんだん減ってきてるけど、任天堂めっちゃ好きなんですよ。任天堂のなんだろう、レトロゲームとかね、好きで集めてた時期とかもあるんですけど、はい。まあなんだろうね、あんまりでも時間取られるから最近はそんなできてないですね。続いて、ちっちゃい頃って一日どんぐらいの時間楽器の練習してたんですか？ピアノやギターなど。ピアノは小さい頃本当に真面目に練習してませんでした。はい。ギターはまあ8時間ぐらいやってた時期もあったし、4時間とかずっとやってた時期もあったし、まあ平均値取ったらでも2、3時間ぐらいですかね、10代の頃は。はい。続いて、一番好きな漫画家は誰ですか？水木しげるです。はい。女性の何色の下着が好きですか？黒ですね。黒でなんかもう無地、ちょっとフェチを語ることになっちゃいますけど、あの無地で、あのもうレースとか何もついてない、なんかユニクロとかで売ってそうなのが一番エロい。はい。なんで英語歌詞の曲作らないのですか？これは俺個人の創作上でのスタンスですけど、母国語じゃない言語で楽曲作るとちょっとそのリアルさに欠けるかなって思ってます。はい。まあこれは俺の意見なんで、別に他人に強制は全然する気は全くないんですけど。はい。続いて、タイムマシンがあります、過去のライブどれに行きたいですか？まあ最近やっぱりちょっとバンヘイレンブームでね、78円のバンヘイレンのライブのね、映像をこの間もう一回1から最後まで見たんですけど、あれやっぱすごいからあれ見に行きたいですね。続いて、一番好きな街どこですか？難しい、これは。まあ東京ですかね。まあシアトルもめちゃくちゃ好きだけど、東京は奥深い、本当に東京はね飽きません。続いて、ものづくり地獄の時はどうやって乗り越えてますか？なるほど、地獄まあ地獄みたいな時ありますね。ほんとそれこそ最近一曲プリプロしっかりとしたデモ作るのにもう3週間とかかかるみたいなサイクルにちょっと突入して、なんか一回頭冷やそうみたいな感じで今は読書ばっかしてるんですけど、なんかもう普通に距離置いていいんじゃないですかね。はい。続いて、会いたいミュージシャンは誰ですか？最近はですね、ここにも表示してますけども、ブルーハーツさんめちゃめちゃ聴いてて、ヒロトとマーシー会いたいですね、会ってみたいですね。続いて、一番好きなお酒は何ですか？ウイスキーですかね。はい。続いて、ビートルズのアデイインザライフのあーの部分、どっちが歌ってると思う？ジョンかな。まあただ昔はずっとポールなんじゃないかなと思ってたんですけど、まあジョンだと思いますどうですかはい。続いて、好きな映画、これもうなんか前言ったことある気がするけど、アマデウスですね。この間もねもう一回見直しました。はい。続いて、最近買ったおすすめの本教えてください。あ、モネの展覧会良かったですよ、箱根ですけど。いや、モネの展覧会に行きたいですね。まあ、最近読んでおもろかったのはこれも圧倒的に面白かった。宋左近の日本の美、縄文の系譜。これですね。はい。まあ、岡本太郎にね、まあ、誘われ、縄文にね、興味を持ったんですけども、まあもうね、これはもう本当に素晴らしい。もう俺のなんか縄文に対する憧れをね、もうさらに書き立ててね、くれた、素晴らしい本。マジで名著だと思います。めっちゃおすすめ。はい。続いて、名前の由来、本名です。はい。続いて、自分の容姿を気に入っていますか？気に入ってます。はい。全人類、自分の容姿気に入るべきだと思います。はい。ズバリ結婚願望は？あります。はい。続いて、5大プログレバンドの好きなランキング。なるほど、難しいね。ちょっと、すげえ何も考えないでパッて言ってみますね。ジェネシス。1位ジェネシス。2位ピンクフロイド。3位キングクリムゾン。4位、ES。5位 ELP かな？全部好きですよ。はい。難しい。多分変わります。今日パッと言ってみた結果これでした。はい。まあ、という感じでですね、50個質問答えていきました。はい、そんな感じで、それでは。